はい、続きです。前回の話忘れました。あ、前回は、ね、東北のやつでつけました。今は違う人になってますね。うわ、なんか、まあ相手されてないんだよ、無視されてんだ。今までさ、なんかさ、日頃戦えるかとかさ、なんだこれ、あ、あれ、もうなんか無事で勉強してきてとかさ言われてるさ、こうされてる無視なんだね、完全なる無視なんだね。さてと、よし、ついてこい。あいつが揉んでやるか。これですか。なんか私の車仕上がってきましたね、なんかね。まあいいや。早いね、加速ね。私の車は低速移住車の車なのに、それよりも速い加速ってどういうことなんだよ。理不尽だろ。ブロックするゲームなのか、これは。どっちかっていうとちゃんと走るっていうよりは。抜くときにさ、前が見えないから怖いですよね。うわ、離れた。速くなった。速い。いやあ。よし、落ちた。落ちたっつうか、待ってくれた。やば、勝てん勝てん、早い、腹立つ。ダメか。残念だわ。あ、よし、せいだ、買う、つら買う。お、これもしかして来るか。やっぱあれ勝てないやつだったのかな、今の車。やばい、やっぱダメだ。どうしても限界を感じるんです。奴らのトラックと俺のトラックは明らかに違う。腕には自信があるんだが、腕でカバーするにも限界ってもんがある。やはりそうか。まあ、はっきり言って頂点の壁はそんなに甘くないからな。よし、もう一度頼んでみるか。お、本当ですか。ただし、俺もそれなりの加工で頼んでみるわけだから、中途半端な真似をした時はただじゃおかねえぞ。で、どうしてほしいんだ。こうすると欲しいんですよ、本当に。低速だけ上げてもしょうがないと思ったけど、低速欲しいかな。じゃあ低速だけ片側に上げてみるか。わかった、あとは俺に任せてトラックはそこに置いてけって言ってね、縫うと思ってもらえれば、そういう感じなんじゃないですかね。あの季節なんか、いや元気か、トラックの方が違かったぜ。それまで彼どうしてたんでしょうね、お仕事できないじゃん。まあいいや、エンジンパーをさらにパワーアップしたそうだ。
特にお前さんの気にしていた部分も重点的に評価してたし、このニューマシンで思いっきり暴れてこい。本当にありがとうございます。親分、 BP は？俺もかなり無理いっちまってな、無料 BP やってくれたよ。親分、本当にありがとうございます。日本一の戦いになるんだぞ。いいよね、こんなすごい話があるんですね、世の中には。これにしよう。ジェットトラックはね、流用するのもいいんだけどね。なんかなかったっけ、これ。ああ、こんなもんじゃない。待って、ジェットトラックのやつもちょっと興味あるんだよね。ジェットトラックの流用。まあいいや。これぶつけてもなんか、車傷つかなさそう。適当だな。じゃあこれ私の会いたい改造をすると終わりましたね。もう二度とショップに来ることはないでしょうと思ったけど、もしかしたら負けてたらあれかな、ショップに行ったらもらえるのかな、なんかチューニングパワーアップしてくれるのかなという感じで、まあいろいろありました。あれだよ、まあ今日もこのぐらいにしましょうよ。ちょっと一回ストップね。